姫ですね。ほら、姫ガブチっていう由来があってね、伝承があるんです。天正10年、時は1582年ですね。そう、お姫さんが飛び込んじゃったのね、ここにね。熊だ。じゃねえか。熊じゃねえか。熊じゃねえよ。水か、水。水だね。はい、ルビさん、こんばんは。そう、ここだって、竹だけ滅亡の地だからね。ね。じゃあ、自販機行きましょうかね。自販機行こうか。なんかコーヒー飲もう。あ、コーヒー。ね。ちょっとコーヒー飲んでからいいですか、みたいな。寒い、本当に。あ、でもジャンプあったら。あったかい？あったけ、あったじゃん、あったけ。そう、寒いよね、本当に。あれ？あそこ人いない？あ、人いない？いるよね。カップルがいる。うん、今動いたよ。ちょっと待って。今いなかったよ。いなかったよ。車は止まってるからな。なんか今動いてるよ。検索してんのか。何何？いやいや、出せますよ。どうしよう。 UCC コーヒー、あ、売り切れ、売り切れかよ。見ちゃうよ。あ、じゃあ俺ワンダワンダワンダで、うん、あれで10円で、うんうん、難しいけど、はい、UCC コーヒー飲みたかった。当たれ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 。一瞬で飲み終わった。高い。首冷たいの。落ちちゃった。ね、冷たいの。で、冷たいになっちゃう。いやー、ずっと冷たいの。あ、2だ。次は3です。ちょっと待ってね。実はね、コーヒーを飲んでからでいいですか、ね、ちょっとごめんなさいね。もうあったかい。年内行くとちょっとやばいかも。え、自動で出てくるの見えるかな。顔に出てくる。やばいでしょ、これ。なんで顔に出てくるの。だここで勝頼が自害して、竹だけ水干しは勝ちなんですね。普通に顔認識出てます、うん、入れ替わる、うん、あったか、いるのかね、いますね、うん、ずっと出てる。前の月さんがそこで写真撮ったら見たのが来たんだよね、うん、で、そこの下、うん、そこの柵があるでしょ、うん、でそこの下を写真撮ったら、うん、前そんなになってた。えっちゃん、皆さん思いますね。用意しますね。ちょっと何かな、多分売り切れ、うん、ないんだ、うん、ないじゃあ行きましょうか。出発ですか。あ、でもビデオカメラのバッテリーが切れちゃうかな。ほら、トルさん、顔認識が出てる。さっきほらやば、顔認識が
通に出てる。なんで？目の前にいるから。そこにいるよ、そこ。誰が？いや、なんかがいる。顔認識が出てるから。何これ？何かの顔認識を。写真？まあ、ここは多分あの八王子城跡みたいに三日三晩血が流れたとかそういった類なのかな。いや多分これね、ここで負けてるから多分首実験、うん、でされてると思うんですけど、信長に。ここがなんかね出そうなんだよな。さっきここいたんだよな人。さっきね、ここいたんだよね。ここ いたの？いねえんだよな。観光できてるとか？いや、誰もいないよ。誰もいないっていうね。うん。いた感じがしたんだけど。なんだっけ？あ、ビデオカメラは多分もしかしたら途中で止まるかも。まだいけるけどね。無事だ。やばい。滅亡したとこでしょ。ほら、ほらほら。ね。これ民家あるからちょっと暗めに。民家の入り口はね、首がねえぞ。首がねえんだけど。首がないんだけど。車がいい。ほら。ああ、でもやっぱり意味合いとしては首を切ったから。切られたから、そう。そう、没頭って意味ですよね。そう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 。没頭地蔵尊。だここで首を落とされた。首を落とされた場所だから。39歳で。武田勝頼公、うん。夫人が19歳。え、え、子供まで。まあ当然子供殺すよ。だってほら。あれじゃん。武田家の残党になるから。でもう生かされてんだよ。あ、そうなんですか。うん、武田家の次男の、うん、次男じゃない、あの子供の中の次男がちょっと障害を持ってたから、その人がお寺さんになったから、その一族は残ってる今だに。そうなんですか。だから武士になってた人は全部滅ぼすんですね。ああ、もう家断絶という。そう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 。だからこれ37歳と19歳ってさ、随分年の差離れた夫婦ですよね。うん、なんか ある意味犯罪ですよね。まずあの未成年じゃないですか。だって昔はほら12歳とかで立ってたんですよ。ああ、そっかそっか。そう、関係ないよね。あ、そうか、今の日本と照らし合わせちゃダメなんだ、ね、うん、そうそうそう。だって関係ないじゃん、ほら、うん、もう何人も。あ、そっかそっか。側室とかいるからね。そうそうなの。信勝ってのはね、これ子供なんですか。多分そうだね。うーん、子供っていうか多分あの多分弟とかかな。弟かもしれないね。年齢的に考えて多分子供はいなかった感じ、ね。子供はいなかったね。19でだって16じゃん。いたいた。また確かね、側室がいるんだよね。ああ。確かいたような感じ。側室なんで、側室の子供。これ今で言えば19歳っていうと、うん、JK 卒業したそうタネテの、うん、16歳だよ。16歳なんかもう、うん、高校1年生ですよね。うん。泣き叫んじゃうんですよ、うん、こんな。俺即死のもいないっすよ、結婚してないな。そうね、早いよね。すごいね、昔の日本って、ね、あ、もうビデオカメラやめだ、ちょっとやべえな、電池切れちゃうな、切れちゃう。
ちょっと早く行って。そうですね。ごめんね。取れるとこどうか。取れるとこで取っといて。あ、車にあるんだよね。足がちょっと分からなくて下にいるって。あ、ほんと？結構すごいんだ、ここ。そう、結構すごいんだ。バッテリーがもうなくなっちゃうんで、早めにちょっと上取って、ここやってください。点滅しろ。こんな感じ。これがあれだね。首のね、ここで自害されたっていう。ね、夫人のね。ここで自害したし、息上がるね。自害地。もうね、そろそろビデオカメラのバッテリーがやばくて、もうそろそろ切れちゃう。電池交換しないとね。いやいや、あの配信は大丈夫だよ。だビデオ撮影ができなくなっちゃうんで、一回車戻らないといけない。あ、ここ自害地ですよね。そうそうそう、ここで自害しただろうって言われた。そうそうそう、ほんとここやばいもん。ね、だ骨とかは多分もう信長なんかやっちゃってるからね。あ、うん、どっかに持ってかれてるだろうね。ここね、その石がね、天正13年、あ、10年か、3月そこの日に、うん、斬首。いや、自害して自害して、首は多分信長に持ってかれてるから。あ、うん、あ、そうか、改作するんだよね、最後。そう、あの、切腹した後に、うん、で、ほら、信長とど、そのドクロを酒入れてとか言うでしょ。趣味悪いですよね。そう、趣味悪いことするからね。うん、うん、だから自分の死体だって見つけないようにしたわけでしょ。うん、なんか異様に生臭いですもん、この辺りね。生臭い匂いがやっぱりするよね。染みつくんですね、やっぱり。うん、あー、ダメだ、俺ここいるね。やばい、近寄ると気持ち悪い。なんかなんかね、いや、気持ち悪いですよ、ここ。雰囲気あるよね。向こうだからあれがお墓があるのね。うん、これはもう完全に供養するために建てられたお寺って、その後。そうそうそう。そう。ここまでだから植え上げられてたんでね。あ、ちょっと無念だな。終わった。あ、おやすみなさい、お母さんね。またお願いします。無念もいい。これ。これは何なんだろうね。このね、なんかこういう形の、うん、あのお墓って、なんか僧侶のお墓が多いですね。これ多分違うと思う。これは違うんですか。これは家臣だね。家臣のお墓、うん、とされてんじゃないかな、多分。うん、なるほど。アザサイドもね、肩どう大丈夫今のとこは。やばい。そっか、家臣も殺されちゃう。最終的に、うん、
死ぬ闇に葬られてる。葬られてる。おお、危ねえ危ねえ。警察官後ろにいたか。これがお墓？これが。うん。供養された。そう。こういう感じね。そう。これもね、昔もう割れちゃったり壊れてないほら。本当だ、うん。落ちちゃってんだね。で後ろには氷が張ってんのかなあれ。あ、氷じゃねえな。なんだろうあれ。氷じゃねえか。なんだろう。瓶見てんのが割れてんな。割れてる？うん、なんだろう、分からない。お酒？お酒？北条って書いてある。北条のあだもんね、子供だもんね。あ、武田そのなんだっけ勝頼。うん。だから奥さんが北条の。そうだからそれ割り食う和風がやってたのね。結婚して。19歳。で最終的にほらあれじゃん、うん、神経なくなったら勢いがなくなってたの武田。それで。今部活子16歳の。そう。これ石だ。この上に、まあ、自家するんだよね。あ、ダメだな。腹をさ、滑腹とかって俺、うん、ちょっと無理だな、うん、だってやっぱ睡眠薬飲んでとかの方がいいよ、まだ、うん、でもそんなことできないんだよ、でも、うん、追い詰められてどうなんだろうね。うん、そうだよね、竹田君の歌詞にね、大切にしてるのね。焦げ臭くはないけどね、うん、生臭い感じはしますよなんかね、うん、それは何だろう、湿気が多いのか何か分かんないけど染みついてるのか、うん、何なのか俺はよく分からない、うん、あっち側がね、ちょっとお寺だから、うん、あんま行けないんだけど、ここまでだね、行けてね。ここがだから本当に怨念があるって、ね、怨念があるそうね、言われてるんだよね。そう、近づくとなんか生臭いな、なんか匂いが。だから俺は亡くなって、俺は木がこう植えてきて、ね、そういうとこですよね。聞こえます？マジ写真撮って写真撮ってさ、落ち武者系やっぱりね、なるほど、そうだよね。だから竹田系では、だからここが終焉の地、終焉の地、うん、簡単に言うとね、なんかね、なんかデビっていうか生臭いね、なんか匂いよね、なんか匂いんだよ、うん。ピンボケするんだけど、なんで？
ね、そろそろビデオカメラが危ないかな。金ボケした。よし。はい。臭い。うん。来てる？あ、鶴さんの方やばい？マジ？大丈夫？鶴さん戻ろっか、じゃあ。うん。聞こえてる？マジ？あ、花さんこんばんは。でもね、いらっしゃい。なんか言ってる？デジカメで撮ったから。なんかね、はいはい。檀家さんのお墓ですね。うん、あ、檀家さんのお墓？檀家さん、お寺の檀家さんで。ああ、さっきの？うん、それ一般の人のお墓だから。あ、だよね。うん。なんか鶴さんがヤバそうみたい。何ですか？戻ろっか。なんか取りつか、もうついてきちゃったみたい。え？やばいな。やばいよね。鶴さん心配だから。そう、一人になったからちょっとやばい。ケイトさん来た。大丈夫。あ、来てる。やばい感じですか？気をつけてね。なんか言ってたのがついてきたかなって。様子がおかしい。様子がどうかな。なんか変な心霊写真ばっか撮ってたんですよ。だよね。あれやばいよね。あんな緑とかね。緑ってなんか、あれ本当の霊ってなんか青白く来たんじゃないですか。ああ。俺霊感あるなんか地元の同級生の足元になんか緑色の光ってなんか言ってたんですよ。やばいな。ケズさん塩持ってるとかしたもんね。持ってきたっすケズさん。塩持ってるっすかケズさん。え？塩とかって。塩とか持ってきてる。ああ、じゃあちょっと塩舐めた方がいいかもしれない。ツルさん結構感受性強いから、うん、疲れやすいの今年も。え、俺？いや、あ、ツルさん。次です。そうだね。そっか塩も見える。生臭いのがこのまま。上行かないってこと。やばいな。崩れて。ビデオカメラをずっと回しますけど。うん。そろそろどこにいるんだろう。そろそろどこにいるんだろう。そろそろどこにいるの。あ、そこでコーディネートか。いた。鶴さんいた。大丈夫ですか鶴さん。ついてきた？大丈夫。大丈夫？俺が声がしてる声してるからさ。ああ。こっち側に行ったの。いた？大丈夫。大丈夫。大丈夫。さっきそっち側で声がする声がしてたから。あ、そっち側にいるんじゃないの？あ、顔認識出てる。本当だ。なんか、あ、全然、そこそこそこ。何、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 気持ち悪いな。何これ何、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 これ。フリーズスリしてないよね。あ、フリーズスライドです。やばいね。生臭いんだよ、さっきのあの、なんだっけ、殺生石。殺生石じゃないなんだっけ。障害石。障害はとかどっちかわかんないけど。なんか鼻が詰まってた。俺大丈夫かな。大丈夫でした。うん。ダメだったんです、本当に。マジ？ちょっとこれ、でもどうでもないね。なんかすごい点でしてるね。
バケタン、バケタンは大丈夫か。今テーブルの上って言ってるけど、ハードえ、やっぱだからドルさんが言ってたね、さっき来た時なんか誰がいねえっつって。だってずっとやってるもんね、うん、さっき見えたんだよね、うん、鶴だ、鶴さん、赤だ、赤、赤だ、赤、そうするの、赤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 、いた、赤だって。さっき見えたんだよね、赤、赤だった。この光る位置はね、バケタンって言ってね、赤、さっき見えたんだよ、人がなんかグッて横切ったのよ、この辺で、肩痛いもしれん。ここね、天目山っていうところ、あの竹だけ結ぶ道、水場には霊集まる。今度はブルーだね、さっきもそうだったけど、赤の次は大体、うん、あ、出そうじゃない、来てる、こんばんは、でも、うん、ついてきてんのかな。そう、なんかでもね、ちょっと横切ったら見えたんだよね、さっき言ってたよね、うん、やばいやばいやばい、あ、どうもね。どうした、やべえよ。うん？顔見せて手まくりで見ようかな。だってあれで今バケタン赤だったよ。そう、今赤って言ってましたね。うん。顔認識がさっきだもん。さっきスッってここら辺に消えたのよ。二人ぐらい。やっぱドルさんが赤い服着てたよ。赤い服？うん。だから人、あ、人いるんだって言ってたの。ドルさん結構霊感強いですね。いや、だって一瞬見えたんだよね。一瞬見えた。そう。だから車いるのかなと思って。やばいんじゃんこれ。薄りそうなって大丈夫っつっても大丈夫、大丈夫、目しか出ないけど、うん、負けたね。最近寝が強い。いや、見えない時は見えないんだけど、右はアマテラスとかいい。どうまあ確かにドルさんこの頃、うん、使ってるもんね、いろんなの。マジ？いる？だから、うん、鯉とかそういうのさ、前してずっと。ああ、そうだね。最近多いですよね、笛とかね。何でしょうね。なんだろうね。検証員なんだよね、ここ。ちょっと機材持ちすぎで。そう、天目山です。最後の戦いが。バケタン赤でしたよ。今日バケタン2回赤だよね。2カ所で。見えてんのかな、今見緑だけど顔認証してるんだよね、そこでね、うん、足だけ見た、マジ、あ、こずれたい、そう、本当、あ、今危なかった、一瞬赤になりかけた、そうそう、うん、これ来るかもね、赤いの、うん、なんかね、でもね、さっき言ったじゃん、今なんか誰かいたよねって、うん、見えたんだよね、あの辺にいるってことですよね。なんか動いたの、動いて消えたんだね。あ、だからいたんだ。うん、誰かいたんだと思って。あの、消えの人かなと思って。うん、まあ、その位置から言えば、柱のところどこもなかったから、うん、柱のところとか、テーブルのところとか、あってるんじゃないか。そこで顔を覗かしたってことですよね。うん、赤、わかった。竹だけって噛むと赤じゃん。ああ、赤かぶと、赤かぶとがいたんだ、赤かぶと、赤かぶとだったのかな、じゃあ、あの鎧だったのか、あ、そういうこと、だから赤く見えたから、なんか、ああ、いるんだと思ったら、うわ、やばい、そうなるとそうだよね、食べたけ赤だもんね、そうですね、うん、赤かぶとだもんね、戦国臭くない、確か顔に戦国臭くない、戦国臭いよ、すごい、マジっすか、うん、でもすげえよって、ドルさんがちょっと波長が合ってきたくれ、マジマジマジ、やばいよ、そういう時ってやばいし、武田神社って何かあったよね、武田神社の時はあのあそこ神殿でしょ、そうです、最後のところも今、うん、
俺はあそこで波長が合っちゃったんですよ。でしょ、うん、波長が合うとやばいですよ、本当ね。だってもう、俺さっきカメラ回す前からもう顔認識でバン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 出てて、ね、この川の、川沿いのあたりで。ほんと3人います？3人かどうかわかんないけど、一人ではない。あー、大丈夫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 。顔認識がちょっと出たな、ネガティブなのかな、本当に。でそこの駐車場のところも、うん、スポットなの。駐車場のところもスポットなんですか。あそこは姫さんの伝説が。あ、それが姫ヶ淵。そう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 。あ、行ってみます。うん。寒い。姫ヶ淵ってあるかな。そうそう、そこがだからあれ。あ、もうダメだ。うん。なんかちょっと。でもまだ俺は線香臭いの感じてないから、まだ波長は合ってないから、うん、まだ大丈夫ですね。今日咳込んでないもん。うん。咳込んでなんかその波長が合っちゃうときが怖いですよね。そうだよね。咳込み始めたらちょっと要注意ですね。いや、ほんと寒いんだよね、ここね。そうだよ、こんだけ寒いのにさ、普通咳込むじゃん、俺。うん、もう咳してないんですよ、今日。うん。口の中ね、こう入ってくるって感じじゃ、今日はなんかドルさんがなんかちょっと危ないかもしれない。マジ？ちょっとじゃあ、あれかな。左腕が痛いな。でも上の方のやはり、うん、その自害した場所はほんと 血生臭い匂いはもうしてたでしょ、うん、俺してないんだよ。あ、マジっすか、うん、じゃあ俺あそこで波長がちょっとあっちゃった。俺はだから最初の時に赤いの見ちゃった。俺、うん、も電車をここに書いてあるでしょ。あ、ほら、動かないでね。ん？動かないで。うん。誰か来ました？動かないで。振り向かない。振り向かないで。うん。動かない？なんかいるの？どうしたの？ん？どうしたの、鶴さん？あ、写真撮ったの？いた？さっき小水さんの方が20人いたから。え？ソースさんか。やっぱりソースさんじゃん。俺にいるの？俺じゃないよ。ソース俺にいるの？鶴さん。え？ねえ、見し見し。ソースさん取り憑かれてるか。え？なんで俺に取り憑いてんの？なんで？最近さじゃん。多分みんな見てわかんないと思うけど。え？取り方のところにいる。いるの？払ってもらわなきゃ。なんで？なんで？俺にいるの？俺？ソースさん？俺？ちょうどここら辺にいるの俺ね。こういうふうにさ。俺今日はでもすげえ不謹慎なことやってないですよ、でも。本当真面目。やってないね。俺が今日真面目に真面目やってますか？やってますか？うん。だって今日最初にチャンバラごっこやったのがいけなかったのか、あそこに。でもみんなやってますよ。みんなやってるよね。みんなやってるよね。みんなやってるね。なんで俺強いのかな？あ、わかった。俺は武田家の先祖が一応家臣だから。あ、守られてる。武田家に来てるから。俺あれじゃ敵だ。敵だ。だからだ。俺敵の一族だ。だからか。俺ダメだ。ダメだ。宣告サイン。これはあげないし。え？これはあげないし。多分、うん、みんな見ても分かんないから。左にはね、この姫ヶ淵って言ってね。ここでまあ昔1580年戦国時代ですよね。姫さんたちがここで自害したってことですね。うん。要は武田家が滅亡する地なんですよ、ここって。で、織田軍に追い込まれて自害するわけですよね、みんなここで。で、それで、まあ、いわゆるここも噂では出ると言われてるということですね。うん。うん。ね。そう、だからこの天目山っていうのは、本当武田家が滅亡した場所なんですよ。本当ね。そういう地なんですね。だから要は武田信玄は亡くなってから武田家が急速にこう落ちていくわけです、力がね。
たくないし、うん、落ちてきた時に裏切りもあってここまで追い込まれてたんですね、当主がね。で最終的にここで自害して信長に頬を、ね、さっき奪われちゃうんです。家で女の人の声してたっていうのは多分それじゃない。俺についてきてるの？ソースさん？うん、さっきのとこと波長があったのってソースさん？おい、やめろ俺につくの。やばい。でも悪いやつじゃない、うん、あ、悪いやつじゃないですか。あ、よかったよかった。でもよくないでしょ。よくはないよね。うん、うん、ちょっと待って、これとんでもないこと書いてある。なんで？三日血川って書いてある、うん、やばいよね。3日間血が流れたから、それ3日間血が流れた場所で赤い赤く染まってのかな、うん、でしょ。だからほら信長軍って俺尊敬のとこってさ、うん、よく三日三晩血が流れたとか言われるんですよ、慶津さん、うん、で八王子城跡もやっぱりその五支店の滝から、うん、で、身投げしてあの、うん、まあ、自害したりとか、うん、え、大丈夫なの？つやで。いや、殺なんですよ。八王子ですけど、あの、大丈夫なの？無理しないでくださいね。やっぱりこういうのダメだよ。いるよ、ここ。とんでもねえよ、これ。ここは？まずいですよ。まずいよ、本当に。さ、今観光地みたいにしちゃってるけどさ。うん、歴史をまあ学ぶっていう意味では、ほら、終焉の地として知られてる、こういうのね。た、う、だ、ん、夜来るとこじゃないもん、普段は。普段は。昼間来る。昼間来るとこですから、こう。それ夜来ちゃってるからね。で、その、しかもほら、古戦場跡だよ。古戦場跡ですかね。指導者って何？今ここなんでしょ？で、ここの、この川の反対側が、ああ、古戦場なんですね。古戦場跡なんですよ。うん、だからもうここでもう追い詰められて最後ここに、うんうん、これまずいよこれ。ここもじゃない？そう、ね、これ一般だね、だからね。うん、関所もあったんだ。そう、これね、まずいわ。小山田に裏切られたんだよね。え、小山田に裏切られた。小山田ってなんですか？小山田って武士がいたのね、武田家のほら、家来だったんだけど、それが信長に裏切に、そういうことで願いってた。願いったんですか、うん、でも結局信長にも殺されんだけど、そいつずんだり蹴ったりするの。そう、え、ここって何？あの事故があったとこの、そう、あれ、なんか違う。いや、これじゃないよ、ここで、こっちでも近いかな、うん、いや、この古戦場のあたりね。そう呪われてんだ、これ、うん、この地は、その地呪われ、ここだっけ、うん、それだっけ、何が、お寺、何、武田神社じゃなくて、貝だから、ここじゃなかったっけ、これじゃなかったっけ、何が、あの、あの、いわくつきの神社っていうか、これ木倒して、うん、ああ、呪いのね、ああ、そう、ご神木だ、ここ。呪いのご神木ね。ここだよ、そう、この辺だね。そう、ご神木ね。いいじゃん、この辺。線の、線のとこに、網をこう、なんで顔認識出んだよ、これに。ここで？顔認識出た、今。え？ここに、この辺りに顔認識出た。顔認識。なんで？やばいじゃない？ちょっと待って、顔認識がなんで看板に出んの？おかしいだろ、これ。え？何これ？これは灰皿。灰皿ですね。灰皿か、びっくりした。これさ、じゃあちょっと一服しますか。姫ヶ淵って、いや、これですよ、投げしたってことですか？そう、ここ。そう、ここ見投げしたんだよね。だから、信長に追い込まれちゃった。淵なんだけど。これ、急通道？あれ、急通道どこ行った？ここも捨てれる。うん？急通道どこ行ったの？稲村さんだけど。ケツ、もしかしてケツさん取り憑かれてない？ケツさん取り憑かれてない？いや、ケツさん取り憑かれてない。大丈夫？ね、じゃあちょっと一服していいですかね。これもしかしたらケツさんいないんだけど。そういえばいないね。いつの間にいなくなった？どっからいなくなった？ケツさん？ケツさん、どこ？いた？いない？どこ行った？あれ、ケツさんいないよ。これどこ？
どこに行ってんの？ケイトさんいませんか？マジいないの？いない。どこどこ？さっきいたよね。脅かそうとしてるのかな。いや、そんなことしないですよね。うん、ちょっと一旦ビデオカメラ切るわ。俺が一応乗ってるし。いや、明るくなってないよね。あ、最後の一箇所はソルさんにやってもらって、で次はホースリーさんと僕が、ああ8日の日、そう8日の日やるんで、ホースリーさん放送なんでよろしくお願いします。僕は音もしますね。ちょっとソルさん見てて、はいはい、楽しい、あ楽しいね、トイレ、あトイレ大丈夫、よかったよ。あ終わりじゃないですね、あの最後ツルさんに生放送やってもらいますんで、引き継ぎしちゃうから撮ったんですよ。ちょっと引き継ぎしちゃって、ええ、後でね、ちょっとバッテリー大丈夫でしょ、充電してはあるよね、これ ね、 これでね、じゃあ、鶴さんの放送鶴さん枠取ったら、ええ、こう移動してもらって、あ、そうですね、うん、で、次は、すぐそばにあの、あれあったじゃないですか、自殺の橋、あ、まるちゃんさん、スパチャありがとうございます。この通りに25分とかあったんです。見てよ、これ 俺大丈夫だよ、星野さん、全然、うん、確かね、あとね、有名なんだこれ。小山田の地貝、城があるね、城が。釣り橋？もしかして。トンネルの上がると構造近くだっけ？ここでしょ？どこだっけ？大月の方だっけ？確かに。確かね、この通りなんだよな。大月の方で刺さってるんだよな。お城があるんだ、お城が。お城？お城は登れないけど、すごい。急だから あれは多分ちょっとすごい疲れちゃうと思う。あ、ここだ。俺ね、今日大丈夫なんだよね。なんか別に咳込んだりとかもないし、ここここ、そうするとここの奥地はここやばいんだよ。ここの橋が、え、それってあのここの橋が、うん、どれでもよく、いやで、しかもここが落とされた城で、すごいやばい城、今度そうやばいよ、過酷なんだ。ここは何？この城行くんですか？いや、行かないから、行かない。ここの体力絶対無理だと思う、うん、だここに駐車あるから、うん、帰りだから、ちょっと待って、送るね、はい、共有で、で、トルトさんここでやってもらって、うん、そのまま前行ってもらって俺城行くから。あ、分かりました、ね、あ、城は今日行かないですね。城は行かないから、行かない。あ、今 LINE 来ました、うん、で、それでちょうど帰りかけだからね。あ、デストビアさんどうもお疲れ様です。で明けましておめでとうございます。時間が経ったときに、あ、まあそうですね。そうですね。行こうか。ちょっとトイレ行きます。どうぞ、トイレ行ってきます。ミキさんが怖くて見てられないっていうのであのツイッター用して。俺、守護霊のパワーのかな、これ。あ、お久しぶりです、よっちゃいひなさん。どうもどうも。明けおめです。はい、普段こんばんはですね。いやー、ほんとね、なんか今日なんていうかね、その今ここ慶徳院の上の自害した場所行ったら血生が臭くて、なんか気持ち悪くなっちゃったんですよ俺、なんか少しなんか声がエコーになっちゃうね、これ鶴さんが放送見てるからさ、今儀式じゃあここで儀式やりましょうか、これ。それ、ね、待ってました。ついでにさ、ねえ、千の風も歌ってよ。いいですよ、うん、ここで供養の儀式を始めます。Oh!
千の風はね、さすがにここまずい。ウィンがあるから、ね、寝てるからね。そうそうそう、これが限界ですもん、ケイツさん。いや、トイレめちゃ暗くて何も見えなかった。そう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 、まあ、そうだね、ミンカあるからマジで、ミンカあるからダメだ、やるんだったらその自殺のところがいいか、うん、そうだったら全然ちょっとまだ大丈夫か、うん、じゃあ鶴さん枠取ったら行ってみて、はい、あ、鶴さん、じゃあここにちょっとチャット打ってくれると、そうだね、チャット打ってもらって、うん、みんな誘導してもらって、はい、鶴さんの方、え、じゃあれですか、もうこの放送はもう俺は終わらしちゃって、鶴さんが前行って謝罪しながら行ってもらって、あ、そうですか、順で多分あると思う、あ、そっか、そっか、うん、ね、ありがとうございました、どうも、じゃあ次、鶴さんの放送へ移動お願いいたします、せっかくだから鶴さんでね、GR 鶴、YouTube チャンネル GR 鶴でね、お願いします、皆さんよろしくお願いします、で、次回はソースさんがやりますのでね、8日の日はそうお願いします、その時はもう体力万全ですから、うん、僕にただ時間が遅いです、僕は仕事が遅いんでごめんなさい、しょうがないですね、うん、それはお仕事の優先ですから、うん、いや、意識ね、来週の火曜だよね、来週の火曜、そう、はい、いや、鶴さん、チャット打ちました、いよいよいよ、鶴さん、GR 鶴さん、よ、チェックしときな、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ありがとうございますね、皆さんね、いや、ほんと寒かったですね、ありがとうございます、ご苦労様です、本当に、いや、お疲れ様です、チキチキ、やー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 、チキチキ、やー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 チキチキ、やー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 チキ、やーGR ツールのチャンネル、YouTube チャンネル GR ツール、よろしくお願いします、お願いします、来た、ツルさん打った、打った、打った、ツルさん打ってない、チャット流れてないですけど、ツルさん打ってないでしょ、だってみんなチャット打たないと、打たないと行くのできない、わかんない人わかんないですよ、そう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 、ツルさん放送ってないで先に打って移動してもたんだよ、いい顔で、うん、ここからそこエリアからエリア、せっかく移動する、移動、そう、そこからここエリア移動しますせ、イエイ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 、なんかケイツーさんノリノリですね、ケイツーさん壊れた、ケイツーさん壊れましたね、はい、オジロ総帥、はい、そうですね、皆さんね、僕総帥知らない人はね、あのね、アホ総帥のアホ総帥です。アホですから僕は基本的に。ありがとう。心霊配信をぶち壊す男としてね、だから。いや、今日は真面目ですよ。いや、今日は真面目にやってました。最後壊れましたけど。もう寒くてね。寒くてなんか。最初チャンパラしたけどな。チャンパラ、あれは完全にオフサーゲです。今更交代します。はい。鶴さん、はい、GR 鶴、YouTube チャンネル GR 鶴の方の、行きました、鶴さん放送 GR 鶴 YouTube 登録お願いします、もうコメントした、これじゃないでしょ、よ、チェック、サブスクライブ、 OK? You know? じゃあ皆さん鶴さんの方でね、はい、よかったらお願いします、今撮りますので、やらかやらかしてるだけですってやらかしてんのかな俺大丈夫だと思います、でしょう、俺はやらかしてないっすよ、いや今日真面目ですよ、俺今日真面目にやってます、真面目すぎちゃったから、ね、そうだから、なんか物足んないと思うんですけど、まあちょっと言い訳させてください、僕ね今日寒くてね、体が動かない、うん、声が出ない、いや本当寒い、その前に実は、うん、配送に行ってるんです、そう実はですね、放送始める前にですね、いや本当は2個配給行ったんだけど、配送探索2件やってて1件ダメだったもんね、1件はダメだったんですけど、うん、配送はもう僕は基本的に廃墟探索大好きですから、あ、鶴さん、じゃあ会社なんで、皆さんよかったら、はい、じゃあすいません、ありがとうございます、ドルさん放送、お疲れ様です、シャットアウトしますね、今日これから鶴さんの方へ、結構持ったね、バッテリー、そうですね、